えどうも、お疲れ様です。ございます。まあ、連日、年金のことについてお話ししておりますけども、まあ、すごくね、荒石さんなんですけども、えー、60歳から繰り上げで年金を受け取る場合と、65歳から受け取る場合と、繰り下げで70歳から年金を受け取る場合と、まあ、どれが最もバランスがよく有利なのかなってことは、本当に個人個人の暮らしとか、年金の納付状況によって変わります。 ですんでね、この3つの受け取り年齢を比較するのは非常に難しいんですけども、1つのモデルとしてこんなものが考えられるんじゃないかなということと、あとはそれをどのように考えていけば自分のライフスタイルにこうすり合わせていけるのかということをね、えー、今日はお話ししていこうと思います。えっ、ー、と、AI に聞いたところこういうふうな回答がやってきました。年金受け取り60歳開始の時と65歳開始では 年額受け取り額にどのぐらいの差ができますかまた70歳から受け取る場合はいかがでしょうかということで60歳、65歳、70歳からの受け取り状況をまず最初のポイントとして問いただしておりますそうすると回答が来ました年金受け取り開始時期が60歳、65歳、70歳とそれぞれ異なる場合の年額受け取り額の差は加入期間や納付額年金の種類選択する年金受給オプションなどによって 複雑に変化するため一概には言えません。まあこれは私がさっき言った通りですね。しかし一般的には受け取り開始時期を遅らせるほど年額受け取り額は増加しますということですね。まあそのためのこのシミュレーションがあるんですけども、ちょっとさっき言ってみたんですけどもね、このシミュレーションですらね、扱うのが非常に難しいです。まあですんでね、年金はいつから受け取ればいいのか、わざと分かりにくくしてあるんじゃないかなというふうに感じざるを得ません。まあしかし、 そこで終わってしまうと、今回の動画の意味がありませんので、ちょっとこういうふうに考えてみました。えー、加入期間が40年。まあ大体皆さん40年かけると思います。そして納付額はあ、納付額が年間で100万円納付してるよと。そうすると、厚生年金のみの場合、まあ厚生年金のみって言ってもね、結構厚生年金が手厚いんですけどね。で、それでも、厚生年金をかけていると、この3つの、 年齢ポイントでこのように比較できるんですよ。60歳から繰り上げで受給すると7万円ですから、えー、と、これね、年間で100万円ちょっと切る程度ですよね。で、えー、っと、65歳から受給すると、まあ年間で100万円ぐらい。差がちょっとないように見えますけどもね、だいたい12万ぐらいの差ができるんですよね。年間で12万の差ができるっていうのは、月額にすると、 1>, 1ヶ月とか1ヶ月半ぐらいのインパクトですから、まあちょっとこの5年間っていうのはすごく大きいかなと。しかしですね、やっぱり60歳から7万円受け取っていると、65歳の方は5年間7万円ですら受け取れないですから、じゃあ7万円 ×12×5 っていうのが、この65歳時給には入らないわけですよね。だからこれだけ見ると、 なんか、65歳まで待った方が有利なような気がしますけども、別に60歳から受け取った人ってのは、65歳から受け取る人に比べて、まあ余計に7万円かける12ヶ月かける5年っていうものを受け取るわけですから、一概に損とは言えません。で、さらに70歳繰り下げ時給した場合は、月額で10万円ぐらいもらえますから、年間で120万ですよね。じゃあここでですよ、こういうふうに考えてみると、どうでしょうか。60歳で受け取る人は7万円ね。 7万円に12をかけてください。ね、84ですかで、70歳から受給すると、120万受け取るわけですよね。だから、34万の差ができるわけですよ。34万の差ができて、やっぱり70歳から受け取った方がいいような気がしますよね。でも、7万円かける12回け5を、10年間、 70歳19の方は受けけ取れないわけですよねそうなると70歳の時点ではこっちの人の方が絶対にプラスなんですよ、ね、でも80歳になった時10年間はどうでしょうか80歳になった時この方は総額で、えー、120万円かける10年間なんで1200万受け取ることになるんですよねじゃあ60歳の方は80歳の時までに いくら受け取ることになるんでしょうかってことになります。じゃあ、計算してみます。7かける1 2かける2 0年間ですから、1680万受け取ることになります。ということは、80歳の時点で、なんとですね、60歳受け取りの人の方が480万、この人よりも得してるわけですよ。ね。80歳でね。じゃあ、 90歳の時点ではどうかなと90歳になると生き残る人っていうのは減りますけどもまずは60歳受け取りの方は60歳受け取りの方は7万円かける12かける30年受け取ることになりますよねだから2520万円受け取ることになるわけですよ、ね、2520万円を30年間で使うってことになりますじゃあ2520万円に対してえー この70歳の方はいくら受け取ることになるか、90歳の時点で。なんと2400万なんで、60歳から受け取った人にまだ追いつかないんですよ。ということでね、なるべく早く受け取った方がいいかな、というふうに思います。90歳まで生きるとしたら、それでも70歳で繰り下げ受給した人の方が、総額で受け取る金額ってのは少ないってことになるんで、早めに受け取った方が有利ということですね。 これはこういう資産から出てますけども、でもお金ってね、基本的にね、もらえるものは早くもらった方がいいんですよ。ただし、もらったんだけども、余るような人っていうのはちょっと損します。ね、月額7万円は余んないですよ、さすがに。ね、余るってことは、例えば、毎月30万、60歳の時点で受け取る人ってあんまりいないと思いますけども、そうするとちょっと余ると。余った分が、あの、銀行預金とかね、なんかの、 金利商品に預けるとしたら、さすがにね、10年間でのパフォーマンスに追いつかないんですよね。ちょっとこの辺は難しいことになりますけれども、投資に覚えのある方はちょっとピンとくると思います。ね。はい、じゃあ、一つの結論が出たんじゃないかなと思いますんで、一つの例ですけどもね。私は60歳から受け取った方が、70歳から受け取る人よりも、90歳までの、 時間だだったら得だと思いますねじゃあ100歳で試算したらどうなるかなってことは皆さんそれぞれやってください。どうなるでしょうかね。それでは